るな。ゆるい。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。さあ、よいしょ。ありがとうございました。よいしょ。ところで、まずは自己紹介から。自己紹介。はい、じゃあ、左から。僕から、瀬名です。お願いします。髪色変わったね。めっちゃいいね。めっちゃ見えてるんじゃない。さあ、次は。瀬名です。よいしょ。からの。レイラです。どうも。イエーイ。コメントこなコメントこなすすぎだねこれ。はい、これからの、ね、まあね、期待の新人っていうことで、最後、はい、最後、はい、マサヤです。よろしくお願いします。イエーイ。よいしょよいしょ。友達になったんでしょ。はい、友達になりました。うぃ、今日から。今日からってことで、はい、ね、この時間がやってまいりました。はい、はい、ということで、まあね、パダヨもね、お盆休みやったもんね。コメント来てない？いや、多分表示されてないだけじゃないですか。コメントはね、コメントこんなのやったの来なかったらやばいっすよ。表示されてないだけですよね。ちょっとね、悲しくなったもん。あれあれ、コメント欄が、コメント欄が拾いたいのに、拾いたいんだけど拾わせて来てないっていう。あ、あってきた。あってきた。まさやの指令じゃないの、このあってきた。でさ、まあパラレルもさ、今週お盆休みあったわけですか、はい、ね、はい、みんな何してた？みんな何してた？いきなり告知もっとしなよ。告知はまだ最後って感じで、うん、まあとりあえず、え、セナとか何してたの？僕はあの、地元帰ってましたね。ああ、地元帰ってた。だからお盆っつったらね、墓参りとか行った人いるっちゃう。墓参り行かない派。行かない派。行かない派とかあるんだね。死んだ人間に見るよね。死んだ人間。おじいちゃんだね。まさやは、まさや行った。お前何しよう。お盆はちょっと実家に帰ってました。実家あるんだ。実家あるんだ。やばいでしょ。まさやでも帰るとこないみたいなタイプ。帰るとこはない。あんま帰んなそうだね。うん。えらい話したんすか。俺は地元帰ったね。地元帰って、まあ墓参り行ってみたいな感じで、まあ、充実はしてたかも。墓参りとか行って、まあゆっくり、なんかお盆ってさ、なんかもうリラックスしちゃうね。いや、しましたね、3連休。なんか3連休ってさ、パラレル初やな、なんて。で、もう俺も去年からやっててさ、3連休って一番なかったからね、めっちゃでかいなと思って。あっても2連休とかさ、そっち系だったんだけど、久しぶりに3連休やみたいな、久しぶりに休めたね。楽しめた？セナは楽しめました、マジで。いろんな意味で。何したの？何したの？茨城腰動かしてました。おいーグイって行きたいよ。グイ何したの？ずっともう飲んでましたね。あ、飲んでた僕は。あ、ボンが一番飲んだかもしんない。でもやっぱ仕事以外そう、仕事より飲むよね、やっぱり。いや、なんだろう、なんていうか、地元行くと絶対飲み会とかあるもんね。そうなんか書かれてるよ、なんか黒髪は初って。黒髪は初？まさや、まさや、まさやのこと黒髪って言うの。まさやの、まさや、まさやくんです。まさやくんです。黒髪の子は、黒髪の子はまさやくん。黒髪は専門学生って。専門学生。専門学生、確かにね、学生だと思ったもん。俺も学生かと思ったの。結構頭いい感じ。ルナさん、ヌナさんは飛びました。飛びました。お腹飛びました。やばいよ、でもそれは。どうすんだよって話やん。飛びましたね。それはやばい。ヌナさん飛んだらどうなんだろうね。どうなんだろうね。えってなるよね。社長誰ですか。社長誰なんだろうね。それは面白い。いや、まあね、まあ初めてだよね、マサヤ。ニコ生でのね。めっちゃマサヤかかるね。マサヤの一人気じゃ、マサヤくんないですか。まさやくん何歳？19
19歳。マジで。なるほど。なんでホストやろうと思ったの、マサヤは。最初は怖くて。怖かった。最初怖かった。でも最初怖いってイメージやっぱあるよね。うん、それそれそれね。うん、で、このパラレルのサイトを見て、ルナさんのメッセージ見たんですよ。ルナさん、それ見て、ちょっとやってみようかな。はい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 。思って、どうやってみて、実際に。実際、楽しい。楽しいですね。まあ、楽しいよね。楽しい。うん。声はらんかいよって。声はらんかい。まだ声小さいよね。まあ、まだやってなんかね、本当に。シャイボーイだから。シャイボーイだよ。結構恥ずかしがりやん。結構そうです。ちなみに、童貞卒業の話を聞かせてください。毎回こいつ聞くんだよ、毎回新しい子が来るじゃん。いやいや、ほんと聞いても何も分からないよ。何得があるのかって言ったらあんま得はないよ。聞かない方がいい、ほんと聞かない方がいい。童貞は、ちなみに童貞はどうだった。あ、ちなみに童貞、一番気になるかもしれない。言われると気になっちゃう。どうだったの、童貞。童貞、初童貞。ちなみにいつぐらい。初は高校2年。それぐらいだよ。ここに入るもん。ますよ、早いじゃん。ここにどういうシチュエーションだよ。シチュエーション来たよ。シチュエーションやばいでしょ。シチュエーション。山下でも年上になんか好かれそう。お姉さんとかが。ここがいいんでしょ。ここがいいんでしょ。ちなみにマサヤって、俺昔、前からさ、入った当初からさ、聞きたかったことあるんだけど、M か S かって言ったらどっちやろ。どっちやろ。多分俺的ド S だと思う。中性的だな。中性的じゃない。人だけ人の首を絞めそう。それは本当の意味で。それやばい、それやばい。普通にその本当の意味で。え、どうなの。でも S か M かって言ったら、S って言われる。S って言われる、多い。ちなみに経験人数豊富なんだね。豊富なんだね、マサヤは。大体何人くらい。大体何人ぐらい。普通に何人ぐらい。普通に言ったら、普通に言ったら、それって経験人数。経験人数、経験人数は2人ですね。2人か3人ぐらい。経験人数、本当に本当に言ってるよ。それはまず3桁言ってる。3桁言ってるよ。ぶっちゃけぶっちゃけぶっちゃけ、いやぶっちゃけ普通に食べたいだってよ、マサヤ。ほら食べたいって、ほら食べたいって、食べたいって。2桁言ってるっしょ、普通に。言ってないです。いや、2桁も言ってない。2桁も言ってない。絶対言ってるよね。それは、それマサヤ、そういう嘘を。嘘はいいよ。ド S って言ったじゃん、ほら。お前ド S だったら3桁言ってるよ。誰かにド S って言ったの。ド M 設定、ド S 言ってたじゃん。マサヤ、マサヤ悲しいよ。マイナー、ギャグ線高いよ。お母さん見てんだね。お母さん、お母さん名前なんていうの。マサヤ。マサコ、え、お母さんの名前は。お母さんの名前は楽しいって。みつこ、みつこちゃん。リアルだね。マサヤの最初ここまでしか来てないからさ、マサヤの話になっちゃうんだけど、マサヤの親はホストしてるの知ってるの。ああ、親には言ってない。親には言ってない。言ってないの。内緒にしてるわけだもん。内緒にして、内緒のバイトみたいな。内緒にしてるんだ。バレちゃまずい。バレちゃまずい。なんで。でもなんか、親からしてみたら、なんかホストってろくな大人にならないみたいな。歌舞伎さんとやばいね、お前。それはやばい。言われて、歌舞伎さん全員敵に回したからね、今。今敵に回してよ、お前。やばいよ、それ。なんちゅうこと言うねん、先輩の前で。ほんとだよ。ホストやってたら、なんか、あんま、こういう好評じゃないっていうか。グイ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 。まあでもなんか最初ってさ、やっぱり言えないよね、親に。結構俺も最初そういうイメージありますけど。でも最高の接客業じゃないと思って。でもね、そう思うよ。やってみればやっぱ分かんないよね、本当の仕事は。その辺の居酒屋よりも凄まじい接客レベルじゃん。自分に言うのもなんかおかしいけど。でもなんかあれだよね、
普通に最初って10代のうちとかってやっぱり言えないよね。俺も最初ね、始めた時バー始めたとか言ってたのがバーからやってるみたいな、バーやってんだよな俺とか言って、わかりますわかります、バーテンダーだったらまだいいじゃん、ホストじゃないからみたいな、やっぱなんかそういう水商売とかってなんかみたいな、親のイメージ的にね、なんか言えないよね、言えないっていうかね、都市的に言えないっていう、やっぱ最初はあったかもね。まだバレることもないですからね。バレることない、確かに。母親が細くれじゃなければでも母親がもし細くれやったら俺は悲しいよ。悲しいよ俺は。それはマジで悲しい。嫌でしょ、だって自分の母親が細くれ言ってみたいな、やばいっしょ。それめっちゃ嫌ですね、考えただけで。考えるだけでもうね、やばいもんそれ。結構悲しいよ。もう親にどうやって会ったら話したらいいか、最初の一言なんて言っていいか分かんねえもん。いやーね、前の職業とか、前の職業は、うん、とりあえず、うん、ホスト始めて掛け持ちでやってるって言って、うん、寿司屋だっけ、寿司屋で掛け持ちしてやってるって言って、あ、寿司屋か、言ってたの、ね、結構有名なとこ、ね、寿司屋どこ、寿司屋くら寿司で、くら寿司っぽいね、ぐいぐいなんかあの白いのこうやって来てやってそうだもん。くら寿司でやって、うん、で、それでシャリの真似して、シャリの真似、逃げる真似じゃないんだ、やばいよ、シャリの真似とか寿司屋だからっつって、うん、帰りが遅い、最近遅くなる、もうなんか夜勤入ってるみたいなこと言っといて、うん、そうっといて、それでホストやりながら、なるほどね。あ、でもいいね。え、でもホスト始めてどう思った、ホスト始めてどう思った、うん、やり始めて、やっぱろくでもないやつばっかりいるなと思った、いや思ってんだろ、ろくでもないやつばっかとかやるそれいや、ぶっちゃけでもこのお店ならナンバーワン取れんなと思ったことはありますか、うん、正直 VK 多いじゃないですか、分かられる、うん、VK じゃなかったらナンバーワン取れんなって一回は思ったことある、いやいや、ぶっちゃけどう、ぶっちゃけどうなんですか、ちょっとあるでしょ、ちょっとナンバーワン取るわと思った時は、ナンバーワン取るわとは思ったと、なかったらやばいよ逆に、取りたい、ちょっと取りたい、ぶっちゃけ取れるか取れないかさ、どうはい、はいって頑張ってうん、要するに入って、このメンツだったら取れるしこのメンツだったら取れ、え、ぶっちゃけ思った、ぶっちゃけ思った、ちょろいねって思った、あ、結構寿司屋よりも楽じゃんみたいなこと思ったことある、あ、思いました、グイ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 よしこいグイ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 よしこいでも、なんか俺も最初なんかやっぱホストやるじゃん、なんかホストやり始めてナンバーワンってどんぐらい取れるんだろうと思って、いや、いけるのかなって最初思ってたの、あ、そう、え、それ思ったことあるでしょ、みんな、いや、あります、あるでしょ、はい、この店だったらナンバーワン取れるわみたいな、あ、あります、あるじゃん、全然あります、ほんとなんか、ここが俺初めての店じゃないの、前の店なんかめっちゃブッサイクばっかだったの、ブッサイクばっかだったからマジで、これだったらいけんじゃないと思っちゃう、そしたら、予想外だったのやり始めてから分かることってめっちゃくちゃあると思う、そう、みんなすごい、だからなんかリスペクトとりあえずリスペクトでも本当になんかねやり始めるとやっぱ辛いよね本当辛いと思わない、レイラさん、うん、ヒデ好きなんですか、左の人ヒデ好きなの、あ、確かに言われてみればヒデっぽいそうでしょヒデはまあ、え、めっちゃヒデっぽい、あの X ジャパンのヒデ、やばい、あー、え、本当に言ってんの、あの一番最初ですね、うん、X から X ジャパンに変わる時ぐらいの、うん、あのめっちゃ僕悔しいもんね、セイエンティングのプロモーションビデオ の時のヒデっぽいです、うん、マジ言ってる、めっちゃマニアックだけどマニアックすぎやん、なんかそういうストレートでそういう帽子かぶってたんですよ、あー、なるほど、めっちゃでっかいハットとかなるほど、似てない、ロケットダイヤでしたロケットダイヤでしたろうか、ほらでも、それは意識してないわそれは意識してないわ、いや、もっとでかいっすよ、うん、うわ、もっとでかいでしょ、みんな VK 好きなのね、 VK? みんな好きなの、ピンクスパイダーうん、ライチューはもう
僕らと共演はするのかな、しないかな。ライチさんは飛んだわ。今日あった、飛びました。はい、ライチさんはパラレルから消え去りました。消え去りました、消え去りました。やばい、それはやばい。当たってるけど、まあまあ今進展でもうパラレルはパラレルでみたいなね。もうあれなんて言うんだろうね、もう出ないよね多分。でも毎週一緒には毎週ごとに変わる。まあ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 、言っていいのかどうかも分かんないですね。そういうの俺らに言われても困るんだよ。それはそれはちょっとちょっとなんか何とも言えねえわ。それは分かんないけど。ミオはえ、でもミオって最近出てないよね、ニコ生。今日はでももしかしたらスペシャルゲストとして来るかもしれない。来るかもしれないっていう。せっかくだし、マサヤ君に対して、ああ、質問とかね、とりあえず初めて出るから質問とか、マサヤ君に関する質問、マサヤ、マサヤ、アップされる、カメラアップしよう。マサヤ、セーラーも出てるっていう。どんどんマサヤ君に質問ちょうだい。みんな質問を。背中ゴミぶっ殺すぞ。ぶっ殺すぞ。いつからポスターやってるの？2週間前ぐらい。あ、そんな最近だっけ？2週間前だっけ、うん、もう1ヶ月経ってない？まさやヒゲ目立ちすぎって書かれてるよ。ヒゲ目立ちすぎ、目立ちすぎ。いえ、巨大どんどん。まさや、お前 PR しろよ、なんか売りみたいな、自分の売りみたいな。何歳？19歳です、さっき言いました。まさやはなんでホストしたの？言いませんでした。なんか目的あるじゃん、ホスト。ホスト、目標とかさ、やっぱあった方がいいよ。目標が目的だったり、目標系。そうだ、何かを求めてホスト。うん、みんなそうじゃない？なんだっけな。なに最初にやり始めようとしたの？じゃあさ、おじいちゃんの牛ガンダムにホストもいるから。そんなやついるの？まあいろいろいるよね。すごい、まあいろいろやってやって理由があるんだよね、みんな。ただみんなその、うん、やっぱコンビニ、なんか普段みんなバイトしてる人よりも、少し多くもらいたいなと。ああ、単純な理由ね。そう、それやね。でも19歳、逆にみんなどんな理由それ、一番最初にやろうと思った時、何を求めたの？俺やろうと思った時、俺は17歳からやってたんだけど、昔からで、まあ今2年目かな、2年目なんだけど、やっぱり17歳の時ってさ、田舎やってたの、それなんか、ホストやり始めてなんか超お金が欲しくて、やっぱり。あ、そうっすか。なんかみんなトビとかやってたやん。トビとかやるじゃん。あ、やりますね。そっちで、それやっぱりなんか普通の固定給じゃん、ずっとあんま変わんないじゃん。そうっすね。だからやっぱりなんかホストでやっぱやってお金持ってたらさ、人より今日コメントするっす、第一だからいいかなと思ってさ。なんかあ、でも夢ってなんかお金貯めてやりたいみたいな思ったことない？なんか車が欲しくてやりました。車で欲しいっていうか、車をいじりたいみたいな。ああ維持費、維持費。え、世代は？俺はとりあえず、俺は16歳からやってるんですけど、とりあえず楽な仕事をしたかったっていう理由ですね。いや、一番クズのやつ。とりあえず楽ちんな仕事をしたかった。いや、でもお金貯めて何かしたいこととか。お金貯めたらキャバクラ行きたいですね。やばいよ。グイグイでしょ今の。グイグイでしょ、結構やばいやつやん。でも俺はなんかやっぱ17がもう思ってたことあって、やっぱお金貯めてさ、なんかバーとかやりたいなとか思って。ああ、いいですね。それ自分でなんか似合いそうっすね。いや、似合うかな。何照れてるんですか。でもなんかちょっと照れてる。ストレートに言われるとなんか照れるじゃん。ちょっと、でもなんかやっぱりそういう、やっぱ個人的にさ、
やりたいなみたいな、やっぱお店出してさ、そうっすね、ね、いいっすね、自分の出たと持ちたいっすよね。だから、そう、ヌナさんにさ、なんか出してんじゃん、お店今、現時点でめっちゃ憧れるじゃん、まあ、お店出してみたいな、ね、そうそう、やっぱり将来安定させてみたいな、確かにそういうの考えちゃうんだよね、やっぱりいろいろやってると、やめませんから、病んでみたら、病んでみたら、やばい確かに、お城を買いたいかも、そういう城じゃねえよ、その城じゃねえよ。やっぱりなんか、夢あった方がやっぱホストってやりがいあるよね夢ある職業だと思うし、やっぱり、うん、だから、まあ、夢持ってる？あります。夢は何で、え、マサヤの夢ってどんな感じなの？ホストの関係なく将来的な、将来的には、うん、何したい？めっちゃ今専門で調理師免許が欲しい。調理師免許、調理師免許が欲しくて、ほうほう、で、それでお金貯めて自分の店を将来開くっていうのが、あ、いいね、いいね。え、ちょ、ホストでも確か調理師免許取れなかったでしょ？確か取れると思うよ。君は持ってるから、持ってるから調理師免許ってさ、でも取ったらいいけどさ、やっぱ専門、なんかそういう資格って取るのって難しいじゃん、なんだかんだで。そっからだよね。そうなんですよね。そっから普通に働いてさ、やっぱ自分の店とか持ちたいじゃん、そうなったら。そういうもんあるよね。え、何、どういう系がいいの、うん、フランス料理とかフレンチ？いや、もう日本料理とか日本料理かコメントうぜえな、何なんだよ誰がゴリラだよ誰がゴリラ顔だよ、ゴリラ早押しろって、ゴリラ早押しろ、欲しいの、川越しろ、川越しろ、もともとホストだもんね。そうなの？え、そうっすよ。え、マジで川越しろってホストだ。変動出ちゃったかもしれない。え、川越しろってホストだ。やばい、変動出ちゃったかもしれない。今のがセーラー、やばい、今のがやばいこと言っちゃったかもしれない。グイ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 、よし、グイ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 、よし、こい、グイ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 、よし、こい。これマジリアルに爆弾発生。でも今のは、え、それは違うってことだでも、え、これ今8、うん、前お客さんが言ってました、マジお客さんのせいにするっていうでも、やっぱホスト時代あるもんね、みんな。あ、でもテレビで言ったらしいっす。よかったあああ、じゃあガチなんだ、それガチなんだね、すごいね、すげえ扱いちゃった今、マジで。え、でもなんだかんだ、なんかあれだよね、川越シェフってホストってやってるイメージないもんね。え、でもないっすよね。ないよね。結構多いらしいっすよ、料理系の人は。本当に料理系の人とかやっぱ副業でやってる人とか、膨張食なんだ、膨張食なんだよ、超デブに見えるって言って、まあ、デブなんだよ。まあホストやとね、お腹もちょっとは出るようで。え、結構太りました、やる前から。いや、やる前からっていうか、こっち来てからだよね、やっぱり歌舞伎来てからめちゃくちゃ太った。うまいもんいっぱい食べちゃいますもんね。そう、うまいもんも食うし、辛いもんも痩せてるよね。お前取りが、え、でもやっぱなんだろうね、なんかホストやって多分こっち来てから7キロぐらい太った、うん、そんぐらい、12キロぐらい太った。しかも1ヶ月ぐらいなんだよね。うん、で、ルナさんと一緒にご飯行かない方がいいですね。あー、ルナさんと一緒に行くと漏れなく、でもやっぱりなんかあれだよね、なんかホストやるとさ、やっぱ飯とかみんな行くじゃん。そうそうそう、一緒に行ったりさ、めっちゃうまいもん食ったりするじゃん。一緒に行っちゃうとなんか食べちゃいますね。ね、食べる食べる食べる。みんななんか美味しいもん食べてるから楽しい。そう、楽しいからめっちゃ行くけど、逆にもう太っちゃうっていう。そう、終わった。だから終わった時の飯の食う量が半端じゃないっていう。お腹いっぱいになったらすごいなんか、うん、なんか空腹感と、空腹感がもう満腹感となんかもう満たされる。ないですよ、ね。いろいろ。いろいろないですよ。そう。でも逆に僕あれだ、うん、痩せてっちゃ、痩せていくんですよ。グイ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 、よし、グイグイグイ、オロナミンCね、グイグイグイ、よし、グイ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 、よし、グイグイグイ。それは俺らに対するもう嫌味だよ。嫌味だよね、それ。葵さんに謝りに行った方がいいよ、ほんと。葵さん、それはお前もグイだわ。それは嫌、せなせなせな、それはやばい、やばい、ポンコツコメント拾えやん。でもやっぱりね、やっぱりね、現地がタツだったらしいっすよ。え、かわいしいの、タツ、タツくん、誰、あれ、あの、川越シェフ、川越シェフ、あ、タツやだから、大阪でやったんだ。
あ、南かな、どっちや。でも加賀添声優ってなんかさ、料理もできるし、めっちゃモテそうな感じしない？あー、でもあの人が女運にはないらしいです。あー、逆に、これ以上違う情報だったら結構やばいなみたいな。いやでもやっぱり誰これ本当にポンコツだ。誰が書いてるか分かんないですか。レイさんとかじゃないの。レイさんとかじゃないの。レイさんあたりだと思う。だからもううちのお店の人が多分書いてるかもしれないっていう。ホスト時代の喋り出てきた。マジで川越バツさんだから結構やってるね。うん、バツさんだったら結構うーん。いろいろ調べ中やな、ね、はい、違うかな。ポンコツ、ポンコツ、お前のポンコツだよ、ポンコツ。川越はバツさん、バツさんだって。川越シェフバツさん、バツさんか。でもやっぱ川越シェフってなんかイケメンだけどさ、あの年やの。なんかえ、いくつでしたっけ。え、30いくつじゃない。そんな言ってんすか。30後半ぐらい。川越シェフって結構顔が色気ありますよね。え、でも色っぽいよね。でもあの年であんな若さっていいよね。料理できてさ、しかもすごいよね。料理できる男子ってモテるって言うじゃないですか。できすぎてもモテないですよね。あー、なんでもやれちゃうみたいな。なんか純粋な感じありそうだよね、川越さんって。マサヤ料理できんの。ああ、料理ね。なんか料理してる。料理とかできる人いる、ちなみに、この中で。料理は。もともと料理やってた。あ、料理やってた。俺も全然できんだよ。マジっすか。俺も居酒屋やってた。え、セナとか料理とかできる。俺は料理したことないですね。セナ的なそうだよ。セナってなんかさ、いろいろできなそうだよね。なんか、だらけてそう。俺のイメージ。なんかホスト以外できないの。ホスト以外できなそうなもん。学長以外歩けないでしょ。なるほど、メニューさえあればある程度はできます。うそ、はい、え、かっこいい。うまいじゃん。メニューがあればできんの。メニューがあれば。でも居酒屋やってたけどさ、なんか居酒屋でバイトしてたの昔、うん、めちゃくちゃ大変だよね。居酒屋俺もやってたの。大変ですよね。大変だ。だから料理作るのにもさ、マジ大変じゃん。なんかチャーハンとか作るとき、チャーハン2人前とか言ったらさ、いや2回、2人前全部作ってさ、それで2個や、超重いんだもん。だって土鍋でやばい重いもん。居酒屋って鬼畜ですよね。うん、居酒屋は辛いっすよね。めっちゃ混むしね、しかも板場、焼き場、揚げ場みたいなのあるんですよ。あー、ありますね、うん、金堂やばいっすね。金堂がやばい。金堂とか俺出勤したくなかったもん。俺花金とかマジ最悪だった。花金もクソもないわ。ホストやってから花金って何って思いますよね。まあホストやってからね、何でもないよ。毎日が忙しいみたいな。今日 NG コメントめっちゃ出ません。いつも通り、いつも通り、いつも通り。NG コメントは多い。で、落さなぎの真似して公演バージョン書かれるの。ん？なんて書いてある？で、落さなぎの真似して公演バージョン。どこどこ？371っすね。371？まだ。土鍋じゃなくて中華鍋だよ。あれ、土鍋でチャーハンとかやばくないですか。やばいじゃん。これ1時間です。1時間ぶっ通して。あ、とりあえず CM 2回あるから1回行っちゃおう。はい、じゃあ CM どうぞ。レイ、スカサ、タクミ、アサヒ、アヤト、ミヤビ、カイト、松岡、じゃーん、オーバー。